しづらいのかな、というところがあります。はい、では、次、五通目の答案を見ていきたいと思うんですが、五通目の答案は？ まあコンパクトながらまあ要点を押さえている非常に現実的な答案ですからまあ参考になる答案ではないかなと思いますただまあ A の上かと言われたら上にはなかなかいかないかな中盤から下ぐらいの答案だと思うんですがまあその理由としては21条1項のところもう少し問題部の事情幕をマ使って適合性の議論なんかを処理できたらよかったのではないかなと思います。ままず見ていいいきたととと思いますが2行目ののののころから法法律上の総称性話で司法権の範囲と限界の 議論を展開してで限界のところで急にです、ね、13行目、えー、処分1について17行目処分2についてってあるんだけど処分1についての話を今回聞かれているわけではないのでここを書いたのは完全なミステイクだと思います、はい、で次19条の議論に移りますが、えー、19条の議論に関しては、えー、23行目、えー、19条の思想良心とは広く内心の自由一般を言うだから含まれる。 で制約されているる意見であるでこれに対して被告29行目「思想良心とは人の世界観人生観など個人の人格形成に必要な内面的精神作用と,と処分1は単に陳謝の意を示すものにすぎず人格形成に必要と言えずこれに含まれないため思想良心の自由を害させ19条に反しない」で。これは判例 意識できているのかなとで、この書き方は仕方がありませんこの書き方だと保証の話でやっているのか制約の話でやっているのか分かりにくいところなんですが判例自身がどちらで書いているかは判明しないところですですからもうこの書き方で問題がありませんで、また三十三行目ここでも思想良心の自由の中身の話を展開していて思想良心の自由に含まれないので5件というふうにしていますですからポイントは抑えていらっしゃるということで短いながらも要点をつかめている答案だと思います次四十行 5行目のところから今度は21条1項の話に入っていきますが、はい、審査基準までのところはもう特にいいことはなくて56行目の当てはめを見ていきたいんですがそこで厳格な審査基準が妥当するところ処分にの目的である議会の秩序維持との関係では議会の出席停止処分などで目的は十分果たせるよってあるんだけどこれだと 負け筋主張ですねですから適合性のところでやっぱ戦っていただきたかったもしくは必要性のところも代替手段の検討というよりかは相当性的な感じで不利益があまりにも大きすぎるんだということを言うべきだったと思います。ただここは ちゃんと三者間の噛み合わせができているところでもあるんだけど、まず六十一行目、えー。地方議会は内部的自立権を有し、広範な裁量が妥当する。これは、出題趣旨にも触れられているように、被告の審査基準を下げる理由として展開することが求められていたものだと思います。で、六十二行目。そうすると、違憲審査基準は緩やかな基準が妥当するところ。x の侮辱発言に対し、議会の秩序維持のためには除名するしかなく。他の手段では、議会の秩序維持という目的達成のために抜本的。 ではないので必要性を欠くと言えず21条1項に反せず合憲であると言って原告の言った出席停止処分とかでいいじゃないかという点についてそれではダメなんだということでうまく議論がかみ合っています。 はい、そして66行目のところから、今度は試験の話を展開していって、当てはめ見ていきましょう、75行目、もっとも X は処分1に起因して除名処分を受けているところ、本件発言は結果的に誤りであったものの、調査に基づく相応の根拠に基づいて行った正当なものであったのであるから、これに対して除名処分を科すことは、議会の秩序維持という目的に対して、著しく重い処分であり、過度である。また被告のううよう ような出席停止処分でも目的は達成できた以上必要性を欠くため手段と目的に実質関連性があると言えるって言ってここも原告被告のところ出席停止処分で良かったのかどうかというところで議論がかみ合っているというのは良いかと思いますただしやっぱり A の中で上の方に行けない理由というのは、まあ、決時主張になっているということで適合性のところで勝負をするなり必要性のところも代替手段の話というよりかは相当性の議論を展開するなりそれが欠けていればより良かったのかなとただ短い 理えながらも要点を抑えている現実的な、A、評価の答案ではないかと思います